検索してはいけない言葉だとでも思ったのか。はよ始めろや。オッケーバナナ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。体調を崩したり、体調を崩したりしてませんか。選択肢が一つしかねえんだが。他の選択肢は俺のズボンがくっちまった。スモーカーやめろ。さて、前回は若干見る人を選ぶ画像を扱った今シリーズだが、今回からより人を選ぶ要素が強くなるぜ。なので一応閲覧注意しときますね。この中のどれか一つでも当てはまる人はブラウザバックを推奨です。3番目以降もはや関係ないけどな。そこはスルーしてくださいと、注意喚起したところで始めていきましょう。まずは不思議な見た目をした果物の実から。どう見ても一つ目モンスターの群れですね。ありがとうございました。しかしこの柄なのに、北海道民の方ならばご存知であろう炭酸ジュース柄なを作るのに必要となる大切な実なのです。まあ私道民じゃないから赤いアーリマンにしか見えないけどね。つまり道民の方々は赤いアーリマンをすりつぶし、そこから出てきた体液をパッケージしてごくごくグビグビと飲んでるわけか。怒られますよマリサ。字幕ちっちゃくしといたからバレへんバレへん。マリサが調子に乗ったところで次行きましょう。これは知ってる方も多いんじゃないか。そうですね、かなり有名どころなので。いやどうしよこれ、顔バレしちゃったわ。マジかお前。これお前だったの。うん、これ美容室でどこ見ればいいかわかんなくなって鏡の中心をずっと睨みつけることにした時の私だわ。美容室あるあるだな。それとオールでカラオケしようぜってノリになった時にグループの一人だけがごめん明日のこともあるしとか言い出して、結果みんな解散することになった時のお前の顔もこんな感じだよな。冷めるんだよねあれ。もうそこに至るまでに疲れて顔白い&目の充血&友人が急に現実に帰ってのこの顔なわけだよね。そりゃ怖い顔にもなるさ。大変だなお前も。大人になると仲いいグループ全員が余裕を持って集まるとかできなくなるじゃん。一人ぐらい無理してきてるじゃん。もう小分けで集まれよと思うじゃん。そしてこの顔になるのよ私。なるほど、わかりたくない。悲しい現実を知ったところでお次の検索、若干グロいので注意。これも剣池系好きな方ならマストな感じするよな。これ押さえとけやみたいな。14代目ピーポくん。うせやろ。お前ピーポなんか。マリサはん、久しゅうやの。わいや、ピーポくんや。どないしたんやお前。もともとオレンジ色のうざい顔したマスコットキャラやったやないけ。なんで今回怒られそうな発言ばっかすんのこのバナナ。電池や、電池の突起のとこ舐めるとなんか味するやろ。あそこを瞬間周到、ずっとペロペロしてたんや。ちょっとした変態じゃねえか。そして5年の月日が経った。だいぶ舐め続けたなおい。朝目覚め顔に違和感を覚えた俺は洗面所の鏡を見て驚いた。イケメンになってやがる。でな。確かにな。目ん玉腐ってんのかなこの人たち。はい、マリサとサナエさんの悪ふざけはここまでにして次行きますよ。これだいぶ前にリクエストいただいてたんだがなかなかお答えできなかったやつなんだよな。お待たせいたしました。これも少し閲覧注意です。集合体恐怖症の方は特にご注意ください。オーフ、左右ともに若干ハスコラ感あるなこの生き物。そうですね、この生き物は標準は名誉コモリガエルといい背中で卵を育てる性質を持っています。卵は背中の組織内で孵化、背中から飛び出す際にはすでに小さなカエルの姿になって出てきます。ほう、見た目こそエグいが一生き物がこういう形に進化したってのはなんか生命の神秘を感じるよな。何この教育番組感。来週はトンボの生態をお送りします。しません。さて今回ラストの検索となります。ちなみに検索ワードは公園となってるのですが、地獄寺というお寺だそうです。タイのバンコク郊外にある観光地で某 YouTuber も行ったそうだ。なんだろう、 YouTuber が行ったっていうだけでなんか冷めるよね。まあそんなひねくれ発言はそこら辺に剛速球で投げとくとして見てみましょうか。地獄公園。うん、面白いくらい地獄だね。一応いろいろ考えてモザイクしときました。さて説明していきましょう。地獄公園と呼ばれるだけあって拷問受けてる風のオブジェが多い場所でして、全体的に切ったり突き刺されたりで血が流れてます。写しよで罪を犯したら地獄でこんなことになるよというのを分かりやすく伝えるための造形物らしいが、ただただ怖いよな。地獄恐ろしやだよね。今お見せしてる右の写真、これ長い舌出してるのかなって最初思ったんですけど、もしや臓物ではと何回か見てるうちに思うようになりました。だからなんだよって話ですけどね。一方でこのような心温まるものもあります。鳥に餌を与える人間の像、右は担当食べ像です。心温まるって何だったっけ。自分で考えてください。そんな無責任な。ということで今回の剣池はおしまい。次回もお楽しみに。あ、最後に一つだけ NHK をぶっ壊す。